真似イコールパクリイコール悪、あなたにとっての個性なんだと思います。こんにちは、画家の黒沼です。今回は模写で個性発掘というテーマでお話ししていこうと思います。画家を目指す方からよくこんな質問をいただきます。自分の個性が分かりません、うまい構図の取り方が分かりません。これらの悩みを一挙に解決する練習方法が名画の模写なのです。模写って皆さんどんなイメージがあるでしょうか？退屈でつまらない、模写なんかやってても個性なんか見つからない、模写なんかやってても絵はうまくならない、こんなイメージを持っている画家さんは多いかもしれません。しかしこれらは全て誤解です。しっかりポイントを押さえて効果的な模写の練習ができれば、楽しみながら絵のスキルをサクサク上達させ、自分の個性も見えてくる、それくらい模写は効果的な練習方法なのです。今回は効果抜群の練習方法、模写について私の知る限りのノウハウをお伝えしていきます。絵が上達する模写とは、絵が上達する模写とはズバリ目的を持った模写です。今回の模写ではこの名画の構図を写す練習をしよう。今回の模写ではこの名画の線の表情を写す練習をしよう。今回の模写ではこの名画の大まかな色の配置を写す練習をしよう。今回の模写ではこの名画の見せ場の一部分を写す練習をしよう。このように自分が模写する名画のどの要素を抽出するのかをしっかり意識して写すことで、効率的に絵を上達させることができるでしょう。模写で絵が上達する理由、絵を上達させる上で模写は極めて効果的です。現代において画家イコール表現者というイメージがありますが、これは今から200年ほど前にできたもので、絶対的な価値観ではありません。今から5、600年前、ルネサンス期の画家は皆職人でもありました。職人ですから、クライアントを満足させる高い技術が求められたわけです。多くの若き画家は、まずは見習いとして親方の工房で下働きをしながら親方の作品を手伝っていたわけですが、彼らがどんな方法で絵の練習をしていたかといえば、模写とクロッキーなのです。また日本において江戸時代以前、絵師は職人でした。彼らも先輩絵師の絵画作品を模写して構図や色彩の研究をしていたようです。画家を目指す方は、真似イコールパクリイコール悪というイメージを持っていて、模写のようにすでにあるものの表面をそっくりに真似するような練習に罪悪感や抵抗感を持っている方も少なくありません。このように歴史を振り返ってみても、画家の練習方法の王道が模写だったわけです。独創的な作品を生み出すための基本的な技術を養うためには模写に取り組むべきなのです。結果を出すためにはすでに成功している人の研究をする、とりあえず結果が出るまで真似をしてみるという発想が非常に大切です。まだ何の知識も実績もない未熟な駆け出しの画家のオリジナリティなど表現しても痛いだけなのです。オリジナルなものを生み出す楽しさや価値は私にももちろんわかります。自分で創意工夫してゼロから何かを作るのは本当に楽しいですし、私は大好きです。しかし結果を出したり、よりクオリティの高いものを生み出すためには、これを一時的に我慢する必要があると思っています。自分なりに現状の最適解、今うまくいっている実例を見つけ出し習得する必要があるわけです。最適解を追求していった先に、どうしても残ってしまう排除しきれないあなたの癖や息遣いのようなものがきっと存在します。それがあなたにとっての個性なんだと思います。たくさんお勉強しようが、うまくいっている人の真似をしようが、あなたの個性が汚れたりなくなったりすることは決してありません。むしろ個性はその鍛錬の先に見えてくるものなんだと思います。この発想で模写に取り組むことが非常に大切だと私は思います。模写で絵を上達させていた画家たちは数多く存在します。模写は決して初心者のためだけの練習方法ではないようです。歴史に名を残すような画家たちも、先輩の画家たちの絵を模写して構図や素材の扱い、描写の技術などを研究していたようです。バロック期の画家ルーベンスはダヴィンチの壁画を模写していますし、ルネサンス期の画家のラファエロは先輩の画家であるダヴィンチの作品モナリザを模写しています。このように写実主義の画家のマネも、ルネサンス期の画家ラファエロの構図を引用して作品に使っています。江戸時代の絵師酒井抱一も先達の尾形光琳の屏風を模写していますし、その尾形光琳も先達の俵屋宗達の屏風を模写してこの絵を描いています。ここで紹介したのはどの画家もその時代を代表する歴史に名を残すレベルの巨匠たちですが、彼らも模写を通して研鑽を積んでいたんですね。模写しても絵が上達しないケース、絵が上達する模写の重要性が少しずつ見えてきたでしょうか。ここでは逆に多くの画家が模写でやりがちな失敗を紹介していきます。
絵が上達する模写イコール目的を持った模写でした。もうお分かりの方もいるかもしれませんが、逆に目的を持たずにやる模写は無駄になってしまうのです。完璧な模写では絵は上達しない。模写しても絵が上達しない方で多いのが、絵を完璧に細部まで模写しようとするパターンです。絵を描く方は真面目な方も多いので、模写をした方が良いとお伝えすると、本物そっくりになるまで何ヶ月もかけて1枚の絵を完璧に模写しようとする方が結構いらっしゃいます。もちろんそういった完コピも良いのですが、そういった模写は異常に時間がかかってしまいます。よくプロのリアリズムの画家が美術館に交渉して数ヶ月美術館に通い、毎日名画の前でイーゼルを立てて完璧に名画を模写するなんて姿が報道されたりしますが、これは初心者にはおすすめできません。初心者が名画を細部に至るまで完璧に模写しようとすると、絵の表面を機械的に何も考えずに写す作業をしてしまうからです。模写イコール退屈で忍耐力のいる作業というイメージを持っている方は、この無目的な機械的な模写をやっているからかもしれません。名画は優れたものであればあるほど、初心者にはどうやって描いたかは分かりません。しかし絵の練習を積んでいくと、少しずつ名画の成り立ちが見えるようになります。完全無欠に見える絵肌も、線、白黒グレーの3段階の塗り分け、両線付近の鮮やかな差し色、両線付近の細やかな質感描写、ピントのやり取り、画面四隅の細やかな描写などなど、様々なパーツが組み合わさってできていることが分かるようになるわけです。このような名画の分解ができるようになって、初めて完コピの模写は意味を持ちます。初心者はこの様々なパーツを一つずつ着実に写し取るような模写をやるべきなのです。模写で絵が上達しても個性は見つからない。模写で絵が上達することは分かりますが、模写をしていても自分の個性や世界観は見つからない気がします。こんな意見をいただくことがあるのですが、これも誤解です。確かに1枚や2枚模写したくらいでは自分の個性や世界観は見えてきません。しかしこれは当たり前です。実際名画の画像を見なくても、その画家のタッチを再現できるぐらい練習量が必要なのです。私も修行時代、気に入った画家の絵を何枚も何枚も模写していました。ここに載せている画像は比較的うまくいったものだけを載せています。見せられないくらいのレベルの模写も大量に裏ではやっています。ちなみにこれらの模写は名画の構図を白黒グレーの3色で再現するという目的を持って取り組んでいます。このように大量にいいなと思ったものを簡単に模写する、こういった練習方法を取ると名画のエッセンスを手が覚えるわけです。すると自分が絵を描いている時も巨匠の技が自動的に発動したりします。フェルメールのピンボケのグラデーションを作るような感覚が、リベーラのハイコントラストな光の表現が、シャルダンの間の意識が、かさついた筆のタッチが、自分の絵を描いている時にも自動的に繰り出されたりするわけです。個人的なおすすめとしては、好きな画家複数人の名画を何枚も模写することです。一人の画家の作品ばかりを模写していると、完全にその画家の劣化コピーのような技術ばかりが身につくことになります。しかし複数人の画家の絵を模写することで、自分がなんとなくいいなと思う作風が総合されて、あなたらしい絵になるわけです。よく自分にとっての世界観や個性が見つからず困っている画家さんがいらっしゃいますが、基本的にインプットが足りないだけのことが多いです。数多くの名画を鑑賞するだけではなく、模写もやることで画家に必要な良質なインプットを得ることができます。自分だけの個性や世界観が見えてこない、そんな時は自分がなんとなくいいなと思う画家を複数チョイスして模写しまくって総合するというのがおすすめなわけです。模写で絵を上達させるコツその1、構図を観察。模写で絵を上達させるための具体的な方法の解説に入っていきます。ここまでお話しした通り、模写をするときは目的を持って名画の1要素を抽出する意識で写すと良いでしょう。名画は様々な要素で成り立っていますが、一つ目が構図です。構図とは簡単に言えば、モチーフの切り取り方と配置の仕方です。よく美大受験生が描く石膏デッサンでは、正解の構図が決まっているので、合格者の作品の構図、つまり画面の収まり方をトレースする練習をやります。石膏デッサンは白い背景に白い石膏像を描くという極めてシンプルな構成ですが、こういったシンプルな構成以外でも正しい構図というのはあります。誤解を恐れずに言いますが、正直申し上げて良い構図と悪い構図というのがあるわけです。絵の訓練を積んだ分かっている人の描く絵は、見ていて心地の良いリズム感のある良い構図であることが多く、初心者がなんとなく画面にモチーフを配置したような絵は悪い構図であることが多いのです。絵の構図に関しては、みんな違ってみんないいなんて甘っちょろい世界ではありません。
むしろ絵の構図というのは西洋絵画にとって心臓部分のようなもので最も重要な要素と言っても良いのです。よく何を描いたのか全くわからない抽象絵画に〇〇のコンポジションという名前がついていたりします。コンポジションとは構図、構成という意味です。そして抽象画とは具象絵画からモチーフの立体感や奥行き、聖書の物語を説明するための意味性などの余計なものを取り除いて絵画のエッセンスのみを抽出したものという意味です。つまり近代以降のヨーロッパ人は絵画にとって最も重要なものは構図だと結論したようです。構図は色と形でできているので、色と形というキーワードは近代以降の絵画の批評に頻繁に登場します。さて話が少しそれましたが、その重要な構図の要素だけを抽出した模写が絵を上達させるための一番おすすめの方法だと思います。模写で絵を上達させるためのコツその2、画面四隅の形を観察。模写で絵を上達させる上で意識すべきなのが画面の四隅の処理です。名画の多くは画面の四隅をしっかり緊張感を持って描いています。これはなかなか言葉ではお伝えしづらいのですが、画面の四隅をただ細かくリアルに描けばよいというわけではないのです。こちらのフェルメールの作品をご覧ください。フェルメールはこのような室内画をよく描いていますが、画面の四隅を締める意識を学ぶ上で格好の教材です。どの隅もまったりと抜けているところがなく、細かい形で分割されていたり、強い黒で締められたりしています。画面の四隅が締まっていると、絵画の画面の四角形が強い存在感を持って見えてきます。模写で絵を上達させるためのコツ、光の形を観察。模写で絵を上達させる上で最も初心者が効果を実感しやすいのが名画の光の形を模写するというものです。先ほど紹介した構図の話はちょっと本質的すぎて初心者にはピンとこないかもしれません。しかし名画の光の形に注目して模写をすると質感をデッサンでリアルに表現する能力が上がります。この練習方法でおすすめなのがバロック絵画の模写です。バロック絵画はほぼ全て暗闇の中にモチーフがあってスポットライトを浴びているような設定で描かれています。モチーフの光の形が黒い画面内に浮遊しているそんな印象の絵が多いわけです。この光の形を観察して模写をしてみましょう。毛皮や布のような柔らかいものの光の形と金属やガラスのような硬質なものの光の形はだいぶ違います。模写で絵を上達させるコツ、陰影の形を観察。模写で絵を上達させる上で名画の模写と合わせておすすめしたいのが写真模写です。最近ではおしゃれな写真素材が無料で手に入るサイトがたくさんあります。私はピクサベイというサイトをよく使っています。写真の影の形に注目して模写をすると携帯感や空間をデッサンでリアルに表現する能力が上がります。影には2種類あって、モチーフの暗い部分をイン、モチーフが床に落としている影を A と呼びます。光の設定がはっきりした写真を見つけてインと A の形を模写してみましょう。インの形を正確に再現できるとモチーフの形態感を捉えることができます。モチーフの A の形、位置を正確に再現できると空間を感じるような絵を描くことができるようになるでしょう。模写で絵を上達させるコツ、その5、3色で名画を観察。模写で絵が上達する上で重要なのが大まかな3色で塗り分けるという意識を持つことです。今回は絵画系の美大生の鉄板練習メニュー、3色模写について解説していきます。昔から画家の練習メニューといえばクロッキーと模写だったわけですが、憧れの名画を完璧に模写していたらいくら時間があっても足りません。そこで名画のエッセンスのみを抽出し短時間で吸収したいわけです。それを可能にするのが3色模写なわけです。画面を美しい形で切り分ける能力、画面を素早く3段階の色で塗り分ける美しい構図で絵を描く能力、これらはどれも画家に必要な能力なわけですが、すぐに身につくものではありません。これらの能力を身につける最も効率的な練習方法が、名画を白、黒、グレーの3色で模写することなのです。美術館にあるような名画は遠くから見た時にも凄まじい存在感を持っています。この名画のオーラは3色模写で盗むことができてしまいます。具象絵画でも抽象絵画でもこのように名画レベルの絵は白、黒、グレーの3色だけで表現しても美しいのです。しかし全ての名画がこの3色模写に向いているわけではありません。この練習は光と影で画面を組み立てるタイプの画家の絵が向いています。フェルメール、ドガ、ターナー、印象派の画家たちなど今回は紹介しました。しかし明暗のコントラストをあまり使わず色彩の組み合わせで画面を組み立てるようなタイプの絵はこの練習には向いていません。例えばマティスやゴーギャン、ボナールのような画家です。彼らの絵は明暗よりも色彩に魅力があるので白黒にすると魅力が半減してしまいます。三色模写の練習素材を探すときにはロマン主義以前から探すと良いでしょう。
ロマン主義以前はモチーフを立体的に描くことに価値が置かれていたので、明暗の組み合わせがしっかりある絵画が多いのです。模写で絵を上達させるコツその6、小さく何枚も描く。模写で絵を上達させる上で重要なのは画面全体を見る力をつけることです。1枚の絵を原寸大でじっくり模写しているといくら時間があっても足りませんし、どうしても部分部分を機械的表面的にトレースするプリンターのような描き方になってしまいやすいです。そこで常に画面全体が見渡せるような細部をきっちり描けないような小さいサイズで大まかな色と形を再現するような練習を何枚も積んだ方が良いわけです。模写で絵を上達させるコツ、見せ場を部分的に模写。模写で絵を上達させる方法をここまで解説していきましたが、画家さんの中には細部の描写のテクニックを名画から盗みたい、そんな方もいると思います。そんな方は名画の全体ではなく模写した一部分のみを模写するという練習方法でも良いでしょう。こういった練習方法を取れば短い時間で効率的に巨匠の描写テクニックを盗むことができます。模写で絵を上達させるコツその8、自分に合った画材で模写。模写で絵を上達させるために重要なのは自分がコントロールしやすい画材を見つけておくことです。私は修行時代に3色模写の練習をよくやっていましたが、よく使っていたのはこの3つの画材でした。紙と鉛筆、白と黒のコンテペンシルとグレーの紙、水彩と画用紙。まずは紙と鉛筆から解説していきます。紙に鉛筆で描く模写はこのように輪郭線を写すような模写や、名画を3色で模写するような模写の時に使っていました。紙も鉛筆も手に入りやすい画材ですし、使い慣れている方も多いので最初はこの画材でいいと思います。紙と鉛筆でやる模写の弱点は当たり前ですが、真っ白からスタートするので黒っぽい絵の模写の場合雰囲気をつかみづらいということです。白っぽい絵の模写や輪郭線を写す模写には向いている画材と言えるでしょう。白黒コンテペンシルとグレーの紙。紙と鉛筆での模写には向かない黒っぽい絵の模写をやるときにおすすめなのが、グレーの紙に白と黒のコンテペンシルで描く模写です。白い紙と鉛筆でやる模写とは違い、ある程度暗い状態からスタートをする上に、黒のコンテペンシルは一気に画面を暗くすることができます。また白のコンテペンシルは一気に画面を明るくすることができます。バロック絵画のような黒っぽい絵を模写するときはこの画材を使うのがいいでしょう。水彩と画用紙。鉛筆やコンテペンシルでの模写にも慣れてきたら、水彩での模写にも挑戦してみましょう。水彩は筆で正確に線を引き形を刻む必要がありますし、一度塗った色を白に戻すこともできません。しかしこの方法だと画用紙の真っ白からスタートしても、水彩の場合鉛筆とは異なり真っ黒を一瞬で塗ることができます。筆のコントロールと明暗の形を見る力がある程度ついてくると、かなりスピーディーに模写を進めることができるようになります。筆で正確に細い線を引く練習にもなるので、緻密な絵画を描く練習にもなり良いでしょう。現在あなたの絵をまず1枚売るための無料の講義動画をプレゼントしております。こちらでは YouTube では公開していないようなよりディープなお話もしています。画家を目指す皆さんの役に立つ情報盛りだくさんなので、ぜひ動画下の説明欄のリンクから LINE の友達登録をしてみてください。今回の動画が役に立ったら高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた次回まで、さようなら。